やばいやばい、リリと話せない。クーポン感覚でベル君、リリの時間が止まってしまいました。え、何？事件です。そんな指名手配かかってるような人なんですか？はい、どうもアニメライターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってるだろうか4、新章迷宮編第6話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました、ダンマチですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、さてさてさて、4期に入りモスフュージとのこの戦いがどうなってしまうんだ。まあかなり仮想に入り厳しい戦いを強いられているんだけれども、ベル君がどん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 強くなっていて、もう安心感でもう心がもう落ち着くというか、もう今まですごいベル君は勝てるかなって不安だったのに、もうこの段階ではもうベル君さえいればなんとかなるんじゃないかっていう安心に変わっている、着々と英雄街道を走り続けているベル君なんだけど、今回はその後の話だと思うので、どうなっているのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて行きましょう。さて、とりあえず、なんだっけ、名前忘れたけど、安寧の地に着いた感じかな。さあ、とりあえず、うん、すごかったね。本当に危なかったと思う。まあ、セーフゾーンに帰ってきた感じかな。はい。なんだろう、あら、もうどうしたんだろう、なんなんだろう。でもやっぱりなんかこの二人から始まったもんね、このパーティーは。さあ、まだ下へ下っていくのかな、どうなんだろう。ファミリアミース、まあ、炎と葉っぱ？さて、今回どうなるかだな。さあ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 、マーメイドの人も気になるしね。さあ、ここの絵、ここの絵強いよな、冷静に考えたら。あ、でもここもあれなんだ。さあ、いやー、もう本当に感慨深い、何度見ても。本当に不安だったもんな、なんか。ねえ、イシュタルファミリア乗り込んだ時とか、アポロンファミリアと戦争になった時とかさ、いや、これベル君一人でなんとかなるのって思ったけど、こうして成長してきた姿を見るとね、もう変わりますよ。ラビットフット。さあ、何？あ、神様の何か？さて、何？なんかあんの？はいはい、いろいろありすぎました。うん、なんとかね、本当に本当になんとかね。あら、命名式。あー、ん？あー、二つなぎ目みたいな。変わることあんの？ベル君って。さて、あなたがガネーシャ。はいはい。さあ、明るいな。うん。
何？プレート書いてイグニス？あ、プレート冷たくならないと書いて、冷めずと書いてイグニス。さあ、ベルクラネル。めいめい、すごいなあ、盛り上がってるなあ。さあ、あ、本当はレベルアップの旅にってこと？あら、フレイヤ様。本当は上がるごとに命名されるんだ、多分。さて、まあ、かっこよかったもんね。それがラビットフット？名付けてバナ？何？バラディス？美人の伴侶。あやりたい放題やってるな。さて、お？どうすんの？ロイザラス、道家のおもちゃ、やばい。いろんな人のおもちゃにされている。さて、やばいやばい、適当すぎる。やばい。適当な名前になってきている。こういうノリで決めているのか、神様。ウェディングベル。やばい。ウサギは絶対入るんだ。あー、3期の頃か。多分怪物趣味って、あらオールオッケー、そう、受け受けなのか、ベル君は。ちょ、解釈違いが現れるよ。ベル君は攻めであってほしい人がいるはずなのに。あははヘイスティア様。さて、どう決めていく？すごいな。神の暇つぶしに使われてしまった。そうね。あら。ラビットフット。読めるようになってしまってるな。なるほど。かっこいい。レベル4になったら2つなってころだもんね。ベルフはレベル 3?2?ああ、よかったよかった。よかったよかった。まあ、そうか、腕は持ってかれちゃった。まあ、そういう痛みも伴うよね。足が。アミットさんも相当すごいらしいね。ルビス。エルフの盟友。あ、痛い。あら、ありがとうございます。うん。なんだ？あらあら。まあでも、確かに、でもサポーターとしてなんか、リリってすごい優秀なのに、あんまり日の目を浴びることがないから、こうやって、賞賛を受けるのはいいよね。
まあ、全体を通して功労者すぎるもんな。あら。あら。あら。なんだろう、気になるな。でもあれは仕方ないと思うよ、あれは。あんなのは。助かっただけでもいいしね。ね。そうね、なんか。けど、聞いてもらえなさそう。何？やばいやばいやばい、リリと話せない。何？なんだ？連れて行かれてしまった！やばい！なんだろう？あら、リュウさん？いなくなって。書き置き。あら、ははは。これキャラクター？シルさん。ママ。My mother. Yes, mom. そんだけ深い関係なんだね。でも本当にリュウさんとシルさんって。どうしたんだろう。そして何なんだ？さらわれたけど。お？何何？その恩で安くしようと？あらあら。あら。まあ、ベル君の顔を使えばって感じなのか。そうね。クーポン感覚でベル君を。すごかったよね、でも本当に。予知夢。定価で売ってください、最初から。あらあら、今度はやばいやばい。リリと話があるのに。やばい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 、行ってしまう。お茶してしまっている。そうね。さて、すごかったね。まあやっぱりぶっ壊れスキルだったわけだ。
あらあら、もうくっつけようとしている。いいな、ナイスパス、ナイスパスです。あーあー、そうなんだ。うん、元気ならよかったね。ああ、新しいゼノスというか。あら、そうなの？うん。あ。あれあれ？マリーさんの話してもいいんじゃない？あー、だから裁けた。あら。でもそろそろ本当にリリーが報われるフェーズがあっていいと思うんですけど。もう全てにおいて功労者だから、この子。まだあの人たちが。あら、あらあら、やばいやばいやばい、酒盛りに。あ、やばいやばい、リリと話があるのに。やばいは連れて行かれてしまった、アイシャさんに。あれ、一番後ろあのアマゾネスの人じゃない？違う？アイシャさんと一緒にいた。何？あれ？お、新しい二つな。リトルルーキーから。ラビットフットへ。まあね、全員無事だったのはすごいよね、本当に。さて、リリーは。入らない。あら、そうね。あ、これ言われちゃうかも、先に。やばい。ああ。やばい。ラビットフット。あ、やばい。時間が止まってしまった。リリの時間が止まってしまいました。白いウサギの足。お金もたくさん払ったのに。ああ、取られてしまった。悲しい、リリー。さて、あらららららら、歯医者さんがやばい。やばい、ベル君の体操が破壊される。やばいやばい、仮が。わお、煙玉、やばいやばい、実力行使に出た。リリ大変だね。本当に。なかなかヒロインムーブさせてもらえないね、リリね。はいはいはい。
駆けつけてくれるわけだもんね。本当にこの二人から始まったもんな、冒険は。あら。あ、それはそう。それはそう。女の子の扱いに慣れ始めてきている。うん。うん。まあ。そうか、逃げろって言われた後か。逃げろ逃げろって言われても、あら、いやもう、いやもう心がいやってやって、まあまあまあ、そしてそして、なんて言った今俺。え、何？事件です。何？誰？リュウさん？何？何？イビルスに関係した何か？何？殺されてるってこと？わあ。リュウさん、ブラックリストって何ってか。ブラックリストって何？え、そんなや、そんなやばい人なの？そんな指名手配かかってるような人なんですか？僕は気になるよ。そうか、こっから硫酸周りの話の掘り下げに入っていくわけか。多分イビルスだ。だから硫酸が憎んでる人に関する何かだよね。なんか情報をもらうかもらわないかみたいな話があったよね、確か。あれが関係者だから、生き残りかなんか関係者だったのかな。ファミリアをはめた。歌うますぎ定期。さあ、マリーさんとはこれからどうなるんだろう。関係出てくるのかな。さて、さあ、リュウさんについての掘り下げが膨らんでいくぞというところだけど、疾風、ブラックリスト、カサンドラ、イリオン。カサンドラ、あれなの？カサンドラかい？次回。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、どうなんだろう、リュウさん。情報を聞きつけてこっちに向かってきたっていうことなんだけど、3日以上戻ってきてないってだいぶ潜伏してるよね。もう戻る気ないってことなのかな。完全に面が割れちゃったけど、これ大丈夫なのかな。今までいろいろと助けてもらってたけど、結構出てきちゃいけないタイプの人だった。ブラックリストっていうのは初めて聞いたな。そんなヤバい人なの？なんか引退、だから
本当に表に顔を出しちゃいけないっていうだけの人なんじゃないんだね。ブラックリストっていうくらいだから相当やっぱり周知されてるやべえ人なんだねこれ多分。なんかやっぱり一部の勢力に狙われたりとかするからやめた方がいいよみたいな感じかと思いきやっていうところだな。あーでも殺しをするっていうことは、あの龍さんが殺しをするってなったらまあよっぽどのことだと思うし、多分同胞を手にかけたっていうあれだよね。やっぱりファミリアをこう罠にはめたやつの仲間があれかもしれないっていうところだから殺したっていう感じなんだよね。どうなんだろう。殺しまでの背景があんまり見えないけど、情報を抜いてから殺したのかどうなのかっていうところはすごい大事になってくるし、ここで顔が割れたっていうのは非常に気になるところではあるな。こっから多分龍さんの掘り下げだからね。イビルスのなんか情報をなんか渡してやるぜみたいな話がなかったっけ。なんかそんな感じの話があったような気がするな。どうなんだろう。シルさんとの関係性もやっぱり気になるよね。なんか宮川さんよりもやっぱりシルさんの方が仲がいいみたいな感じだから、どうなんだろう。なんか描写されてたような気がしなくもないけど、どうだったっけなっていうのが今のところのあれなわけなんですけれども、ちょっとどうなっていくのか、ちょっと次回以降そこら辺はね追っかけていきたいなっていうところであるんだけど、いやでもいいな、リリ界めちゃめちゃいいな。やっぱりリリいいよね。すごいいい子だもんね。なんかもうめちゃくちゃ功労者だし、なんかこうやっぱりねサポーターだから、やっぱりこうサポートをするだけでなんかメインの活躍ね、かなりメイン級の活躍をしてるのに、あんまりスポットライトが当たらないけど、やっぱりリリってかなり優秀な存在ではあるよね。頭が回るし、ね、いろんなところでやっぱり活動をしていたからこそのこの知見っていうものもあるしっていうので、リリはかなり優秀だと思うし、ね、やっぱりそれでいて、やっぱり現実を見ているからこそ、やっぱりベル君のこの思想というかさ、これ現実を打ち破るベル君のこのね、思想に感化されたりとか、この考えに感化されて、ね、ああやって絶対私は逃げないみたいなことを言ったりとかして周りを鼓舞したりとか、いいよね。このベル君とリリだけの信頼関係っていうのがあるじゃないですか。この二人からやっぱり冒険者っていうのは始まっているからさ。だからいいよね。すごい。なんかお互いがお互いを理解し合ってるって感じがとてもいいし、なんかやっぱりベル君もリリになら任せられると思ってそうなところがめちゃくちゃいいよね。なんやかんやこう二人ともなんかすごい固い絆で結ばれてるなっていうのもいいし、そろそろやっぱりリリの活躍にもね、スポットライト当たっていいと思います、本当に。もう、だって、本当にやっぱり、ねえ、ダフネも言ってたけど、優秀だからさ、ねえ、しっかり才能あるし、ねえ、本当に今までもさ、なんかなんで、あれされなかったのかわかんないぐらい優秀で、めちゃくちゃな活躍をしてたじゃん。特にウォーゲームとかもそうだし、なんやかんややっぱり、リリの活躍がないと今がないから、だからもっとね、やっぱりこうやってリリを褒めるフェーズっていうのがあるのはいいなっていう風に思うし、ラビットフットか、めちゃめちゃかっこいいね。いいないいな。さあ、次回ラビットフットが疾風に向かってどういう風に動いていくのかっていうところで、まあどうなっちゃうんだろうな。でも、こうやってバレたらもう帰れないよね。リュウさんは何だろう、何かしらの覚悟を決めたのかな、書き置きだけ残してっていう感じではあるけど。完全にもうなんか自分も死んで、なんか、目的を果たすみたいな形ではあるのかな。どうなんでしょうね。そこら辺ちょっといろいろと注目していきたいところでありますので、次回以降事件の真相とかも含めていろいろと追いかけていこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか4新章迷宮編第6話でした。バイバイ。